のはこれ2008年式で初期型なんですけど、ずっとまあこれでうちはやらさせてもらってて、エンジンはいろいろ 3.8 も 4.3 も 4.2 も 4.1 もとかいろいろやってきたんですけど、まあ、今の最終のやつはトラストのキットが組み込まれてて 4.1 っていうやつなんですよ。カムは透明が入ってて、 0620G の RX っていうトラストのタービンなんですが、この前は 25G を使ってて、 25G だとサーキットで使うのがちょっとこうアクセルのレスポンスが悪くなるので、このタービンに変えてからは抜群に良くなったんですよ。サーキットに振るならやっぱりこのタービンかなっていう気がするんですけど、ゼロ戦とかこの300キロやるんなら絶対 25G の方がやっぱり前はパワーがあったので、そっちの方がいいかなっていう感じですね。足回りはフラックスベースのオリジナルで、これももうずっとうちはほとんどこれでクラックスさんのやつでやってるんで、結構熟成はされとると思うんですけど、この間鈴鹿で走った時は結構硬いタイヤも全然違うタイヤだったので、これ今横浜のタイヤなんですけど、これに合わせてもうちょっとこうグリップも落ちるということで柔らかめっていうことなんですけど、まあ、前とのバランスがあったので、あまりにも後ろだけ柔らかくしてもおかしいかなと思い、18キロぐらいで回ってでも全然硬いんですが、とりあえずそれを入れてきたっていう感じなんですよ。本当言うともっとね、ゼロ四とかそういうのだけだったらもうすごく柔らかいのでもいいんですけど、どちらかというとサーキットの方に振ってある車は振ってある車です。さあ竹本さん、はい、早いですねやっぱね。ありがとうございます。サーキットから、はい、まあ、04じゃないんですけど0100、0300ね、はい、ちょっとねこれ笑うしかないってぐらいちょっとこの車は完成されてるとか早いですね。ありがとうございます。0300が15秒4で、0100が325キロ、はい、どうですか今日の記録は。まあ、結構飯田さんのうまいスタートでだいぶ苦労しましたけど、いろいろ苦労しますねやっぱね、はい、あ、うまいこといったなって思ったんで、はい、見ててもそう思いました、思いました、はい、なかなかでも難しいですね。このコンディションもそうなんですけど、はい、やっぱりどうしてもこれだけパワーあると1000馬力超えちゃってると思う。ずっとホリスピンしちゃうじゃないですか、そうですね、フラッグマンがずっとついてる、ね、4駆のワーニングがついてやっぱり、はい、だからやっぱ結局ローアンチが使えないそうですね、ということで、まあ、記録的には僕ドライバーとしてはすごく不満なんですけどまあああやって乗るしかないのかなっていう、まあ、予算はだからまあうまくいったっていうふうに見えたかもしれないですけど、こっからしてみると全然納得いかないっていうか、そうなんですか。これでやもう相当アクセルなんかもスタートするときにローアンチ使えないから、はい、乗せるか乗せないかぐらいのところからスタートとして、はいはい、ちょっと踏むともうそこからこう四駆になってクラッチがね、はい、滑り出す瞬間があるんです、滑り出してからすぐブーストかかってパワー上がっちゃうんで、はい、ホールスピンが始まっちゃうんで、はい、まあ、そこを戻す勇気というか、踏まない勇気みたいなのがないと、今日はもう全然もう踏んだ感じが踏めてない感じがして、はいはい、なんか全然納得いかないっていう、あの一速でまあ当然ホイールスピンしてこうバーって出て行かれて、あでも二速につながったつなぎが結構良かったんで、あ、もうあれでもね乗ってるとも全然進まないんですよ。あ、そうなんですか。だからね、なんかねこう物足りないというか、はい、なんかね、あのノーマルでブーストアップぐらいだとローアンチ使ってドーンって出てくる、なんかそういう面白さがあるんですけど、はいはい、ここまでパワーがあって、はい、もうこういうもうゲテモノ3号 GTR になるといや本当ね皆さんねこのホールスピンした後にものすごい加速が始まるんですね。で2速から3速、3速から4速の
なんとかふーっとこう気持ちよくなるような、あの加速がね、なんとも言えないっていうか、まあ、そこにちょっと恐怖もあるんですけど、でそこから300キロ出ちゃうと、なんかまあもうどうでもよくなるなみたいな、なんかね、そういう世界が待ってる、3号機ってなった。やっぱパッケージがすごいですね、3号ってね、エンジンとこのボディ、車体、はい、あのモノコックっていう、このやっぱこれがミソですよね、この車のね。まああのボディ的には何もしてないので、これでここまで来れるっていうのはすごいと思います。しかもこれ08ですよね。08です、初期モデルですもんね。はい、そうです。いや、まあ、僕ねいつも皆さんに言うんですけど、やっぱりその12年以降からの車になるともう、まあ、ガラッとまた違うんです、3号って。だそういった意味でもこの前期の車使うの人たちと後期の車使う人たちで、多分車の作り込みも多分だいぶ変わってますよね、はいはい、最高速はもうすぐね340キロとか50キロとか出ちゃいそうなんで、これくらいでいいと思うんで、はいはい、ローンチがうまいこと決まればいいですよね。そうですね、はい、ぜひ挑戦したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。